2020年春。どうしよう。コロナで学校に行けない。友達にも会えないし、悩み事を相談することもできない。中学校の勉強がどんどん難しくなって、ついていけないよ。高校受験もあるし、不安だな。どこで勉強すればいいんだよ。コロナで大学に行けない。友達もできないし、先生になりたいのに相談できる人もいない。オンライン授業ばっかりで、子供たちと関われる機会も全然ないよ。このままでいい先生になれるのかな。私、みのりっていうの。あなたは？僕の名前はタネ。タネくん、よろしくね。うん、またね。中学生も困ってるんだ。そうだ、お互いの悩みを解決できるような共に学び合える居場所を作ろう。このあと半年かけて大学生は資金集め、場所探しなどさまざまな準備に奔走しました。とは言ってもここまでして大学生がやるべきことなのでしょうか。大学生だからこそこの活動をやるべき理由があるんです。例えば受験の経験をもとに学習のアドバイスをしたり、中学生との距離の近さを生かして相談に乗ったりすることができます。そうした子どもたちと関わる機会は自分たちの学びを深め、将来へのビジョンを固める大切な時間です。見ていてください。みのりさん、この問題わかんない。タネくん任せて。こうやって直せば解けると思うよ。わかった。ありがとう。あとさ、そろそろクラス替えで友達ができるか不安なんだよね。そっか、わかるよ。不安だよね。そんな時は、まずは挨拶から始めてみない？うん、やってみるよ。聞いて聞いて、僕この前テストでいい点取れたんだ。みのりさんが教えてくれたおかげ。決めた、僕将来みのりさんみたいな先生になる。本当？嬉しいな。私ももっともっと頑張るね。うん、僕も頑張るよ。確かにここは中学生が勉強や悩み相談の機会を得て、大学生が実践の経験を積む場所になっているようです。交流を通して双方が成長することに大学生は何よりの喜びを感じているんですね。彼らはこの先さまざまな困難に直面するかもしれません。それでも周囲の支えを栄養に変えて個性豊かな花を咲かせたり、立派な大木になったりするでしょう。それから数年後。卒業おめでとう。ありがとう。僕、この場所に巡り会えて本当によかった。私もあなたに出会えて本当によかった。私、4月から先生になるんだよ。これからもお互い頑張ろうね。うん。この問題わかんないよ。あ、誰か困ってるみたい。今度は僕の番だ。立派な花を咲かせた彼が、今度は困難にぶつかっている新たな種を助けてくれそうですね。私たちは2020年に誕生したサークルです。コロナ禍だからこそ、人とのつながりを大切にし、中学生と大学生が共に成長できる場を一から作り上げてきました。今ではメンバーが60人を超え、一
人一人が協力することでできることも増えています。普段の活動に加えて博物館見学や中学3年生の卒業式などの企画も行えるようになりました。多様な考えを持つ仲間と様々な経験ができるこの場所は、言い換えれば栄養豊かな土壌です。そのような環境の中で種は主体的に成長していきます。そうして花を咲かせ、そこからまた新たな種が育っていきます。子供はそんな種と似ています。育った葉や花、そして新たな種はその子自身の新たな側面であり、別の場において受け継がれていくものでもあるのです。このようにサークルの場で関わった中学生がここでの経験をもとに自らつながりを作り出し、次につなげてほしい、そんな思いがグローシーズ早稲田というサークル名にも込められています。そして私たちも一緒に成長したい。これが私たちがボランティアをする理由です。ありがとうございました。